どうも、正大です。今回はですね、フェイトグランドオーダーの10回召喚なんですけど、あの復讐の聖女が帰ってきました。はい、というわけで今回回す10回召喚はですね、ジャンヌ・オルタが帰ってきたということで、ジャンヌ・オルタピックアップ召喚です。今ね、あのタイミングよくね、ネロ祭がやっているので、あの予備札がね、結構溜まってまして、10枚あります。なので、まず最初に予備札10枚回して、それから聖書籍の10回召喚をします。ついこの間までね、そろそろジャンヌ・オルタ来るんじゃないかなっていう予想してて、で本当に来てね、俺ね、運営と思いがつながってるなーっていうね、感じがしてね、なんか嬉しかったです。はい、それだけです。それでは早速ね、予備札の方から使っていきたいと思うんですけど、でも最近さ、フェイトグランドオーダーのね、10回召喚、ほんと運が良かったからね。怖いです。もう多分、運がないような気がします、今。出ないな。でも回さなきゃ何も始まらないということで回す。ではまず、予備札から使います。お札10枚使って、星4のサーヴァントすら出ませんでした。それではこれからですね、聖書石の方で10回召喚します。聖書石30個使います。もう一発目に星4の装備カード出ちゃったよ。いやー、もう絵柄で分かっちゃうかな。きたー、やっとーやべー、イリアホドル喜びは出てこなかったけど、よかったー。というわけで、ジャンヌ・オルタ出ました。よかった、神に感謝します。サーバント、アベンジャー、召喚に応じ参上しました。どうしました、その顔は。さ、契約書です。サインします。はい、というわけでね、今回もまた星5のサーバントが出てくれました。10回召喚だとね、これで2回連続なんですけど、こうもね、いいことが起きすぎるとね、あと落ちるだけでしょ。この先が怖い。果たして次はどんなサーヴァントと出会うんだろう。そして無課金のカゴはいつまで続くんだろう。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。